ジェイス・スティーブンスはアメリカ合衆国の男性プロレスラー。ティネ・ WWE での活動を経て、現在はインディー団体で活動している。高校時代にゴールデングローブのボクシングチャンピオンになり、卒業後にプロレスラーになるためにトレーニングスクールに入学している。数週間後にトレイシー・スマザーズの下でトレーニングを開始している。 1998年にマスクマンのグラシアスのリングネームでデビューしている。その後はブレイズとハイベロシティとキャシディ・ライリーとホットショットとタックを組むようになる。ホットショッツは2002年7月にティネに参戦してフルタイムエージェントとして活動するようになる。しかしライリーが問題を起こすとチームは解散。スティーブンスは USA チャンピオンシップレスリング。 USA チャンピオンシップレスリングに送られている。USA チャンピオンシップレスリングでは、アンディ・ダグラスを組むようになり、タッグ名を、ナチュラルハートと名付け、後に短縮して、ナチュラルズと名乗るようになる。ナチュラルズは、卑怯な行為を繰り返すヒールとして活動するようになった。ナチュラルズは2003年からは、ジェリーローラー主催のメンフィスレスリングで、 オルタネーティブエキスプレスのタッグ名で活動を開始する。オルタネーティブエキスプレスはゴシックロックのファンデというギミックで、ギミックに基づいて黒服、黒髪、黒いネイルのゴスの格好で、マネージャーに、ゴッデスアテネをマネージャーに加えて活動していた。ナチュラルズは2003年後半にティネに参戦、アメリカスモーストウオンテッドとの長い構想を開始する。2004年7月に、 アメリカスモーストウォンテッドを破り NWA 世界タッグチーム王座を獲得している。ナチュラルズはトリプル X を相手に防衛に成功するが2004年9月に互いのパートナーが怪我で負傷離脱したアメリカスモーストウォンテッドのクリス・ハリスとトリプル X のエリックス・スキッパーの即席タッグにタイトルを奪われてしまう。2005年にクリス・キャンディードと合流、ナチュラルズに マネージャーに加え、4月にアメリカスモーストウォンテッドから NWA 世界タッグ王座を奪うが、キャンディードが休止してしまう。6月のスラミバースリーでチームカナダからタイトルを防衛するが9月のアメリカスモーストウォンテッドとの防衛戦で、ジェフ・ジャレットとゲール・キムの介入にあいたいトルを失っている。10月の試合中に首の怪我をしてしまい、後に検査をすると、c C6 の頸椎の剥離骨折と C4 のヘルニアを発症してしまったが手術せずに11月のジェネシスでダグラス、ランスホイットと組みダイヤモンズ・イン・ザ・ラフと対戦している。2006年4月にパートナーのダグラスがスコット・スタイナーの技で負傷欠場するとシングルで活動するようになるがサモア・ジョー、アビスや PPV で数々の選手と戦うが一度も勝利をしていない。 6月に、ナチュラルズは、シェーン・ダグラスと合流、マネージャーに加えている。7月のビクトリーロードでコスチュームを新調、ニューリー・フランチャイルズ・ナチュラルズを名乗るようになり、ダイヤモンズ・イン・ザ・ラフを破っている。8月には、クリス・ハリス、フランキー・カザリアン、BG ・ジェームスを破り、タックチーム王座への挑戦権を獲得した。9月のノーサレンダーで、 タックチームロイヤルランブルで優勝している。10月のバウンドフォーグローリーでアメリカスモーストウォンテッドチーム 3D ジェームズギャングの4ウェイマッチに参加するが負けてしまっている。p p v 後はナチュラルズはチーム 3D とのテーブルマッチを機に構想を開始して人気を上げようとするが2回目のテーブルマッチでシェーンダグラスに裏切られ負けている。 その後大した活躍もなく、ナチュラルズは5月に解雇されている。2007年9月に、ナチュラルズは、WWE の WW、ER、WWERAW のトライアウトを受ける予定だったがキャンセルしている。WWE から離れると、ショータイムオールスターレスリング、ユナイテッドステーツレスリングオーガナイゼーション、ユナイテッドレスリングアソシエーションといった南東の、 インディー団体でアンディ・ダグラスと共にナチュラルズとして活動するようになる。2008年3月になると WWE のスマックダウンでダグラスとルーク・ハックスと組んでビッグ・ショートスカッシュマッチをしている。9月には ECW でジャック・スワガーとマイク・ノックスと試合をしている。8年も後半に入るとダグラスがスティーブンスを攻撃してナチュラルズは解散して 構想へと移っている。2010年にダグラスが引退するまで構想を続け、ダグラスとの構想最終試合は、総インターナショナルヘビー級王座王者のキットキャッシュに勝利して、王座を獲得してからダグラスとの構想最終試合に挑んでいる。10月に総インターナショナルヘビー級王座をフィルシャッターに奪われている。2012年3月に RAW に登場して、 トライアウトを受けている。9月に、マット・ハーディーと対戦して勝利している。11月にクロスファイアーレスリングで、キャシディ・ライリーとホット・ショッツを再結成して、デビット・ヤングと、シグモンのダイヤモンズ・イン・ザ・ラフと対戦して勝利している。2013年3月にティネの、バトル・ロイヤルに参加したが、マット・ムーガンに、排除されている。翌日にティネ・ワンナイト・オンリー・ PPV であるティネ、 タグチームトーナメントにテライリーとのホットショッツで、ウェスブリスコとギャレット・ビショフの、エイシズエイツと対戦するが敗れている。ありがとうございます。